ツが食べたくてイライラしてるの。皆さんこんにちは。こんにちは、生理前のくまみきです。どうも。私はですね、生理前になるとどうしても甘いものが食べたくてイライラするんです。ネリネリするんです。なんですけど、今ダイエット中でして、ちょっと甘いものとかお菓子とか控えめにしてるんですよ。控えめだからまあ食べてるんだけど、なんだけど、でもちょっとがっつりは食べないようにしてるの。でもどうしてもドーナツが食べたい。私はポンデリングをね、このダイエットが終わったら食べようと思っているんだけど、我慢できないのよ。何が何でも今日は食べたい。まあ食べろよって話なんですけど。でね、見つけたんですよ。ダイエット中でも食べれるポンデリング、バクバクックさんのポンデオートミールっていうやつが美味しそうだったので、ちょっと今日はこの動画見ながら作って食べてみようかなと思います。バクバクックさんの動画概要欄に貼っておくね。あー、ダメ、絶対食べたい。ちょっと罪悪感は嫌だので、はい、食べます。まずはオートミール。おじゃりん何怒ってんの？おじゃりんも生理前なの？絹ごし豆腐 100g だけ使うらしいです。私いつもさ、こういうの 150g の買ってて、よく豆腐使ったダイエットレシピとかあるじゃん。なんか中途半端に余るのが嫌だから、絶対豆腐 150g でね作るやつしかやんないんだけど、今日はねもうそんなこと言ってらんない。余ったら夕飯に回そうという気持ちになるぐらい私は今おやつが食べたい。バクバクックさんの動画だと甘味料にステビア使ってるんですけど、うちステビアないのでラカントでやります。米粉を水入れて、で混ぜる。豆腐を潰す感じ。もうちょっと大きいボウルにしとけばよかった。美味しそう。皆さん生理前はどうなります？私甘いものの中でも特にクリーム系食べたくなることが多いですね。ショートケーキとか、あと多いのがシュークリーム、無性に食べたくなって、そういう時はもう夜中でも何でも鼻息ふんふん鳴らしながらね買いに行って食べます。で最近はさ、なんかショートケーキとか生クリーム系のケーキが食べたい欲が強い時も多いんだけど、買って食べたのよ。食べたらなんか生クリームで気持ち悪くなっちゃって、あ、私もう生クリームっていっぱい食べれないお年頃なんだなって思って落ち込んじゃった。ちょっとね体と合わなくなってきた感があった。すんごい楽しみにして買ってさ食べたのに、途中でってなっちゃった。さあどうでしょう。こんな感じで潰しました。でこれをレンチンします。もうなんかもちっと感が出てきてる。ちょっとムラがあるね。ここにベーキングパウダー入れます。で混ぜます。ちょっとムラをなくしたい。いいかな、こんなもんかな。でこれを丸めるんだって、ポンデリングみたいに。結構手にくっつくかな最初は。こう転がしてる時は大丈夫。ポンデリング感ある。ドーナツ2つと、あとはコロコロ1個ずつのやつを6個作りました。でこれを1個1個レンチンするんだって、なんかムラにならないように。できます。はい、こんな感じでできました。レンチンだけなの超簡単で嬉しい。最初ねちょっと水っぽくてペチャペチャしてたんだけど、少し時間経ったら乾いていい感じ。もう触った感じももちもちしてんの。バクバクックさんのレシピこれで完成だったんだけど、ちょっと私はこれにチョコをかけたい。チョコレート効果をレンチンして溶かしました。チョコポンデリング、すごい、いっぱい溶かした。5個ぐらいやったかな、レンチン。たっぷりです。完成しました。すごい、ポンデオートミールです。オートミールでできてんだ。そう、すごい、ポンデリングだね。見た目はね、うん、美味しそう。これちっちゃいやつ、たこ焼きみたいになっちゃった。同じ同じ。あ、同じ。うん、揚げてないってこと？揚げてない、レンチンしかしてない。あ、レンチンでできんだ。うん。いいですね。やりたくなるよ、ね、やっと念願のドーナツじゃないですか。ずっとドーナツ食べたくて。やっとやっと思ってんだけないよ。ちょっとチョコが固まってなくてさ、うん、大変なことに、うん、でそれプレーンから食べたい。きな粉とか合いそうだ。合いそう、うん、ポン。あ、
すごい揚げてるみたいな、ね、手触り、ね、そうだよね、ザラザラしてる、うん、なんかチキンナゲットみたいな見た目。いただきます。うん、あ、お、おいしい、おいしい、あ、すごい、あ、おいしい、あ、ドーナツに近いよ。うんうんうん、うん、プレーンでもおいしい、これ、うんうん、甘くてちょっと撮影してたら時間経って冷めちゃったんだけど、うんうんうん、さ、全然おいしいね。え、おいしいじゃん、これこれはこれでこういうおやつとしてうん、ね、あるよね、はい、なんかポンデリング、ミスズのポンデリングを完全に食べたいんだったらちょっと物足りたいかもしれないけど、うんうん、これはこれでこういうおやつ、そうね、そうね、おじゃくんは食べれないですよね、プレーン。ちょっとここにいるね、うん、すごいじゃん、これで結構満足度あるんじゃない。結構いい感じです。いい感じだよね。うん、もちもちを求めてたみたい。うん、ちゃんともちっと感あるよ。うん、チョコレートいただきます。かぶりついていい？いいよ。うん、うわ、うん、ほらね、おいしい、合うね。バナナとか入れてもいいかもね。おいしそう、バナナドーナツケーキ。あ、合うね、合う、うん、バナナチョコ、あ、これはいい時間だわ、うん、いいおやつ、普通に良いね。美味しい。で、これはくるみが乗ってるの？うん、たこ焼きみたいでしょ。たこ焼きみたい。あ、見せてない。あ、たこ焼き、たこ焼きマントマン、いただきます。あ、あったほうがいい。あったほうがいい。うん、正解。なんか香ばしさが違う。やばい、もう食っちゃうよ。あ、おいしい、おいしい。なんか結構ずっしり感もあるからさ、満足感ある、ね、ある。うん、おいしい。あ、これいいわね、おいしい。待ってるペロじゃないやん。さっきちょっとオープニングがちょっと聞こえてた。すっごい怒ってたね。まあ、毎月のことですよ。大丈夫ですか、私のこの生理前のメンタル。イライラ。イライラ。今日朝からイライラしてたよね。あの、生理前だということは伝えるタイプなんですけど。そうね。うん、だから、あの、怒りに触れないようにそっと。あ、そっとしてんだ。そっとしてる。ありがとう。うん、怒りに触れてない、大丈夫、大丈夫、何もしなくてもちょっとベースがイライラしてるから。あ、ですよね、ですよね、はい、うん、なのでありがとうございます。でもなんかちょっと申し訳なさもある、うん、あの、生理前ハラスメントになっちゃってるかなって、うんうん、あ、なるほどね、そうそうそう、ピリピリした感じになっちゃう、ピリピリしてしまうのでどうしても、うんうんうん、でも言っとかないとさ、そうね、わかんないもんね、言っとけば生理前なんだなーって、そう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 、終わるんですけど、でも生理前なんだなということを前提に過ごすハラスメントを起こしてしまってるなという反省はあるよ。まあね、しゃあないよね、それ、うん、はね、うん。ね、ムジャリン、ムジャリンがいることで、うん、丸く収まってる。丸く収まってる、うん、今あれもダイエットもしてるから、うん、ダブルのイライラがしてるわけでしょ。まあね、生理とダイエットダブルイライラ。そうね、普段だったら別に生理前食べたきゃ爆食いするんだけど、うん、今ちょっとせっかくこう落ちてきてあと一歩っていうところまで来てるから我慢するじゃん。あと、何週間最後まで。2週間。おお。で、1キロ切ってんの、目標まで。おお、すごい。いいとこなの、うん、いいとこに生理かい。それもあるんだね、お前。なるほどね、うん、じゃあもう2週間後には天国だね。何食べたいの、うん、終わったら本物のポンデリングを食べる。そうなんだ、そういうことね。あれを楽しみに生きてる。でも多分久々に甘いもの食べると、うん、あんまってなるよ多分。いや多分ね、あんま、なんかこんな甘い食べてたのってなる、逆に。た多分それはね感じてる。最近ちょっと生クリームダメになってきたじゃん。あ、分かる分かる、ちょっとでいいんだよね。そうだから、それが起きる気がする。気持ち悪くなっちゃうんだよね。そう、一口が美味しいんだよね。むじゃくん何してんの。むじゃくん、落ち着いてください。でもさ、私がダイエット始めてさ、健康的なご飯になったじゃん、ご飯が、うん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 、ちょっと痩せたよ。俺も痩せた。うん、健康的になりました、ありがたいことに。なんかおやつも めっちゃ食べてるけど、うん、お腹の浮き輪肉がさ、そうね、プラス運動も私もちゃっかりしてるので、あ、ね、何気に二人とも頑張ってるよ、ね、うん、今まではミキサーいなかった時はもうコンビニ弁当ばっかりやったからさ。死ぬんだよね。本当ありがとうございます。いえ、感謝の気持ちいっぱいでございます。健康に生きてください、うん、かわいいね。どうかしすぎじゃない。うつりたがり。ミキさんの生理は、うん、痛さなの、重たさ、どっちがつですか。重い。あー、重い、ズーンタイプね。下半身が鉛タイプ。重りをつけてる感じ。痛い時もあるよ、痛い時もある、うんうん、ズーン、うん、痛いと下半身ズーン
うん、重い、うん、どっちもあるね。それは大変だね。俺もじゃあ経験していいです。あんのかな、あるよね。なんか男性がさ、あるある、生理体験できるみたいな。生理体験は分かんないけど、なんか妊娠、あ、妊娠体験か、妊娠体験とか、あ、生理体験も確かあるよ。あるよね、最近電流流すんだけど、うんうんうん、ビリビリビリっつって、なんかあれあるじゃん、アブトロニック。昔で言うアブトロニック、懐かしい、あったじゃん、流行ったじゃん、うん、あれ強めにつけてるみたいな。そうね、そうね、っていうよね、うん、それで、ね、ずっとでしょ。そう、あれをずっとつけて、死ぬぞそれ。足に重りつけて過ごしたら経験できると思う。拷問やん、もうもうそれの時点でイライラするじゃん、うんうん、それが離れないっていう、うん、それはつらいですね、うん。多分ちょっと下品な話になりますけれど、うん、あの生理の痛み VS、うん、男性が股間を蹴られる痛み、うん、どっちが痛いんだろうっていうのをちょっと一回試したい。確かにさ、なんか女性はさ、生理がこんなに辛いんだよみたいなことをさ、うん、こう言う場面があるけどさ、うん、男性ってそれ言う場面ないよね。うん、格闘家ぐらいだよ蹴られてやばいんだよ。え、それ知りたい。俺野球やってた頃にさ、うん、股間にやっぱボールが当たるわけよ、うん、もう、なんだろう、激痛。どんな感じなの？それってさ、気持ち悪さもあんの？なんか、あ、そうなんだ。気持ち悪くて痛くて、うん、なんかもうどうしていいか分かんないの。うん、生理はさ、結構痛みがズンってダラダラ長いじゃん。あ、男性はさ、まあ、うん、なんて呼べばいいの？そう、おたまさんが、おたま様がなんかグイって入っちゃうわけよ。おお、あ、外にあったものを中に中にグイって、ね、ねじ込められるみたいな。ねじ込められて、だからみんなさ、背中をポンポンと叩くわけよ。え、そうなの？痛い時。え、そうなの？このおたま様を下ろすために、おたま様が中に中に入っちゃったの、お、下ろすためにポンポンするわけ。え、だからそれが出たらもう何の痛みもないの。手が入るの？いや、わかんない感覚的には、その時見たことないからわかんないけど、うん、感覚的にはそんな感じで、で、本当にデリケートよ。デリケートゾーン、本当のデリケートだね、うんうん、ちょっと手でポンってやるだけでも痛い。あ、なんかそうなんだ、うってなる時がある。もしかよく乗ってくるじゃん。ああいうのは大丈夫。こうやって乗ってくるじゃん、うん、乗るのは大丈夫。下からポンってやられると、うん、うってなるね。なんでその顔どういう顔になるんですか？そう、下からやられるとやばい。そうなんだ、うん、だからなんかもし痴漢とかされたら、うん、下から突き上げる蹴りをぶつかとか、まあ、手でもいいけどポンってやると、うん、みんなってなる。皆様、これ護身術でございます。ちょっとそっち側のトークしたことなかった。まさかだった。うん、痛いよ。痛いんだ、もう動けないよ。でもそれがあれでしょ、生理の場合だと、うん、それがずっとってことだもんね。でも生理はボーッとなんだよっけ。なんかじわじわずっと痛い感じじゃん。うん、それも辛いよな。ね、長いか短いかみたいな、うん、しかも人によるわけじゃん。そうだね、波が人によるし月によるし、うんうん、よし、これ最後ラス1、あと食べて。チョコとこれどっち食べたい？だから全部もう、ああもういいっつったの？うん、人気出なかった今。本当だよ。これはとりあえずうまい。うん、これは美味しかった。また作ってください。うん、たまたまの話した。おい、やめヘルシードーナツを作ってもらうという企画でございました。急にまた仕切り始めた。最近私の動画乗っとるよね。そうそう、乗っとり好き。乗っとり好きだよね。いや、とても美味しかったです。まるでポンデリングでございました。ね、美味しかった、はい、次回はですね、あのエンゼルクリームをお待ちしております。さよなら。バイバイ。